さあここで俺がね頑張っていい感じにやっていく感じです。よし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 、打ち続けちゃっていいっす。 OK、 ナイス。わっさっ、やっぴまるです。はい、ということで今回ですねボスファイトやっていきたいと思うんですけどもね、最強キャラランキング、ランキングじゃないですね、最強キャラですね、ボスファイトの最強キャラということで、こちらですね、パムとブルコルトというこのね組み合わせが一番強いということで、はい、やっていきましょう。海外の動画とかでも結構ね、紹介されてる編成ですけど、昔からね、あんま変わらずということで、はい、今回はリル・デンブシーとラブちゃんとやっていきたいと思います。で、スタパなんですけども、新スタパ来てるけど、こっちの方がいいっす。旧スタパ。ママのなんちゃらですね、抱擁みたいな感じのと、あと、スイスイブーツ。こっちの方がいいっす。で、コルトはスイスイブーツで、ロケットを受ける係ということで、ブルとパムで交互にやっていくっていう形になっています。それでは行きましょう。マスターはロケット来るかわかんないんですけども、まあそうっすね。多分余裕でいけるかな。試合行きましょう。ででで、まあ、結構ね、旧スタパ、あ、多分ね、ブルは、バーサーカーでもいいし、タフガイでもいいね。はい、行きます。ちょっと集中してみましょう。こうやってね、なるべく近く行って、回復を上げる感じで。ブルにしっかり回復を上げる感じですね。で、コルトは対面ですね。対面っていうか、自分たちと真逆に行くようにしてもらって、で、これすぐね、置いて、まあ、どっちでもいいですね、これタレットを守る形でもいいし、なんつうんだろうな。自分が言ってもいい。で、この、しっかりね、こうやって回復をね、自分でも与える感じで、あ、やばい、これ。一発食らうっていう。で、こっちに来てもらう、そっちか。OK、ちょっとラブちゃんの方に行って、本当はね、あれ重なりたいんですよね。こっちだな。で、俺が引きつけて、はい。OK、OK。で、間に後ろから、ズンズンズンと。本当はね、俺のこの回復にラブちゃん入ってほしいんですよね。でもちょっと配置的にあんまよろしくない。まあ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 。後ろ通せ回ってくるでしょう。置いとくか、ここ。オッケー。これはマスターですね。マスターからやってます。マスターまでは多分すごい余裕ですね、これ。オッケー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 。で、こっち引きつけて、回復ステーションの方になるべく引きつけたいですね。オッケー。そう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 。ナイスー。オッケーオッケーオッケー。あー、ちょっとなんか突進多いな、今回。めちゃめちゃ突進が多いっすね。で、これを光線切って、これすぐ置いて、これで結構形になります。あんまね、死なないっすね、さすがに。ここまで来ると。結構自分の回復とね、ラブちゃんの回復も入って、回復？ラブちゃんに回復が入ってるんで、お互い結構死なない形ができると思うんで、突進マジ多いっすね。行くねー。すごい行く。あれ結構危ないんですよね、本当は。これちょっと、あれがやばい。雑魚処理してからじゃなきゃ。けい。これロボットあれですね。ロケット吐かないっすね、多分。ああ、吐いてるわ。怒ると吐くんだ。吐くって言い方悪いね。やべやべやべ。ああ、ごめん。いや、逃げ方ミスった。いや、あれ下でよかったっす。超逃げ方ミスった。今のめっちゃ下手だったっす。はい。でも、もう 13% って結構強いっすね。いやー、申し訳ねえ。電武士の方に分かるか。オッケー、申し訳ないっす。ごめんなー、マジ。ナイスナイスナイス。いや、ごめん、ほんとごめん。まあ、でもこれは、次に行かせますね。よかった、高い、クレイジーとかじゃなくて。届くかな、これ。ラブちゃん、頑張れ。俺が、こう置いて、俺が受け持つぜ。オッケー、ナイス、GG。あざす。危なかったねー。マスタークリアということで、次行きましょう。ラブちゃんが今眠い。眠いから早くやりたい。ただいま時刻4時55分、5時になります。本当に眠いらしいです。本当に行きましょう。パパッとね。右から行きま、あ、左からでいいや。これラブちゃんの方に行きたいですね、本当は。あ、オッケー。こういうことね。これもう余計で、上で。こっからガツガツで、壁を使ってやりたいですね。あんまこれ体格になる必要もないです。一緒にいたい、ラブちゃんと本当は。だから、置いちゃおう。おー、回復して、あー、あれ。これね、うんこは取ります、自分が。うんこはパムが取ります。ゲイ。こうやってやってるとね、地味に回復するんで、攻撃続けといていいかもしれないですね。
ちゃんとあそこ避けるとこ避けてっていう感じでやると、自然とマックスになってるんでね。さあ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 、うんこを取ってね、しっかりやっていきましょう。これ当たるかな俺、当たんない。危ねえ。危ねえ危ねえ、危にだ危にだ。さあ、ラブちゃんが、あのうんこ俺が取りたい。よしよしよし。ラブちゃんが危ないんで、こっちを取りましょう。あそこの方に、そう、行かせて、で本当はね、星山したくしてほしくないんですよ。オッケー、これでオッケー。で、こうすると、お互い回復できるんで、よしよしよし。うんこは取りたい、俺が。オッケー。そうですね、基本この時計回りに逃げると当たらないっていうのが普通なんですけど、この間に後ろ取って、オッケー。こういう形ですね、この、細かく動く感じが、あー、ラブちゃん行かないで。オッケー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 。動きまーす。何個取りてー、目か。ここで、よし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 。取ってくるわ。うんこを取りに行きまーす。あー、ロケット、そうね、あんま無理して取りに行かんでもいいか。ラブちゃん、任せろ俺に。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス、オッケーオッケーオッケー。うんこあるとね、だいぶいきますね。オッケーオッケー。さあ、ここで、俺がね、頑張って、いい感じにやっていく感じです。よし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 。打ち続けちゃっていいっすね。オッケー、ナイス。こう、なるべくすごい間近で打ってあげたいですね。オッケー。まあ、ナイス。オッケー、時計回りに決めて。基本時計回りに動けばね、なんもないですね。やべ。行きます。えい、うんこ取りたい。いらんか、これうんこも。あ、ラブちゃんが取って。フィニッシュ。よーし。結構楽だね、やっぱ。この立ち回り方でやると結構楽だと思うんで、ぜひやってみてください。さあ、どんどん行きましょう。さあさあ、ラブちゃんが寝ちゃう前に、クレイジー2パムブルコールトはマジ最強編成ですね。最強キャラということで、ぜひとも皆様真似してみてください。かなり楽に勝てますね、この立ち回りだと。さあ行こう。デイ、一旦これ避けて、あのレーザーがね一番痛いんで、あれ以外はね回復する時間とか取らなくていい、良さそうですね。でこれラブちゃんが回復するんですよ。これで俺が強い。さあ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 、こうか。うんこ欲しい、うんこ欲しい、うんこ欲しい。ギリ耐えろ。危ねえ。あそこうんこ置いちゃうとちょっとね、だるい。あー、めんどくさいな。これうんこを取り行きたいから、あー、だるい。ナイスナイスナイス。ラブちゃんが死ぬ。オッケー。このね、うんこ取りがねマジだるいんですよね。いいハサミ、いいハサミ。ラブちゃんの方に置きたいっすね。おいしおいしおいし。来い。うんこ落とせ。オッケー。これで俺が、こうっすね。これかな、これかな。ウーフー。オッケーオッケー。あっちに置いてあげたいな。一旦これちょっと、こっちだな。こっち行こうか。あー、オッケー。ラブちゃんこっち来る。オッケーオッケーオッケー。ナイス立ち回り。オッケーオッケーオッケー。いい。これ結構いいよ。で、サボテン使う感じで。ナイスー。やばい。俺の回復に手を触るな。手を触るなっておかしいな。手をつけるな。よっしゃー。火力的にはいい感じですね。オッケー。ラブちゃんに回復を与えた俺は。入れ替え入れ替え。オッケーオッケー。ほら。どんどん回復してる、これで。これがね、強いんですよね。ハムのこの30回復の方がめっちゃ強いんですよね。よしよしよし。こっち来るから、ラブでそんな行かなくても良さげ。ゲイ。俺が遠くなっちゃったの、これ。やばいやばい。ちょっとやばい。ここのね、維持したいんですよね、これは。さあ、ここでラブちゃんが到達してくれて、オッケーオッケー。ナイス、うまい、それは。今の距離感はマジ最高っす。逃げ道がちょっと無駄だな。
取っちゃいます。OKOKOK。 これね、俺が死んだ瞬間終わるんで。よし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 。 OKOK ナイスナイス。いい、 OKOK。 OKOK ナイスナイス。この間に取っちゃって置いてしまいましょう。こいつを速攻倒す。オッケーオッケー、いいねいいね、いい感じです。やばいこれ、あぶねー。よし、うんこ取って、ネムシが一番遠い状態にしたいです。でこっちに避ける。左に回って避けたいんで、こっちに。これはまあ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 、ですね。オッケーオッケー、避けます、左に避けます。やばーい、やばいなこれ。一旦逃げます。一旦逃げます。トロラ。危ねえ。危ねえ危ねえ危ねえ。さあ、10個持ちのヤビマルが死んだらね、どうもこうないんで。よし、当たんない。オッケー。ナイス、デムシ。耐えてくれてないです。オッケー。基本死なないんでね、これやると。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。ここでも俺が火力バーカーになって。あぶねー。よし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 、避けろ俺。あぶねー。なーきちー。あーマジかー。あそこなー、ちょっと難しいな、ここ。頑張れ頑張れ頑張れ。本当はね、もっと一緒にいたいですね。近距離で、ナイスね、よし。いいよ、いいよ、いいよ、頑張れ。オーマイ。4、3、2、ナイスナイスナイス。いいいいいい、オッケー。これで俺がもうヘイト取って、今どう、避けた、やば、オブリー。いやー、これ大丈夫、俺死んじゃったのがマジきついっすね、これ。あぶねー、やばい、時間かかりすぎてる、これ。あー、もう死ぬわ。頑張れ頑張れ頑張れ。あーあー、終わった。おお、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ナイス。これで俺が近距離で決める。ない、け、終われ終われ、終わらせろ。オッケー、危ねえ、危なかった。まあこういう感じということで、はい、オッケーオッケーオッケー。ちょっとこの先はね、またちょっと後で動画撮っていきたいと思うんですけども、このね、やつが一番強いということで、ぜひとも皆さんもやってみてください。この先ね、立ち回りもっとちゃんとできれば、勝てると思うので、ぜひともやってみてくださいということで、今回こんな感じで終わっていきましょう。チャンネル登録と高評価お願いします。皆様、それでは、バイ。